本日はお休みでした。そう、すごい、今日お休みだったんです。そう、なのでめっちゃ寝た。今ちょっと汗かいて、今一瞬買い物行って汗かいたから、ちょっと今ささっとお風呂というかシャワー浴びてきて、ちょっと今濡れちゃってるんですけど、そう、そうなんです。久しぶりにアラームをかけずに寝た。休みはいつぶりなの？でもなんだっけ、7月末に体調崩しちゃって、そう、休養みたいなのがあって、言えばまあそれぶりなんですけど、でもまあそれを抜きにしたら、なんだろう、通常のちゃんとしたお休みというか、あれは私がそうちょっと体調崩しちゃって出れないってなって、ちょっとお休みさせてもらったんですけど、それを除くと多分7月の頭になんかあったよね、お休み。7月5とか3とか忘れたけど、そうだから1ヶ月ちょいぶりかな、1ヶ月半も経ってないけど、そう、それ以来だった気がするので、そう、久しぶりのお休み、もう昨日の夜からウキウキして、なんか最近ポケモンのなんか睡眠のやつやってるんですけど、なんかその前回のお休み、7月の頭にあったお休み、まあ、なんだろう、うちのがポケモンのなんかやつを、そのアプリを始めた時から、あれってなんか何時間寝ましたみたいなのがわかるんですけど、長くて6時間とかだったの。まあ、6時間でもいいんですけど、大西的には9時間ぐらい寝れたらちょうどいいっていう人間なので、そう、長くて6時間でだいたい3、4、5時間とか、ちょっと大西にしちゃちょっと短かったんですね。大西にしちゃね、そう、まあ、そのぐらいがまあ通常なのかもしれないけど、世の人間の皆様、大西はちょっと短かったのね大西にしちゃそうっていう日が続いてて、なんか眠いなって思う日々がちょっと大西は続いてたので、そう、今日はたっぷり寝ました。でね、昨日さ、大西朝からさ4現場あったのよ。そう、そう、4現場あったんですけど、でそれが合間がなんか全部なんか2時間ぐらいの合間がちょっとずつあったのね。そうで、まあなんか絶妙な空き時間なんですよ、2時間って。なんか3時間あったらまあどっかさ快活とか、まあ、なカラオケとか入って休めたりするんですけど、2時間はそれは短いし、かといってこうなんだろう、カフェとかで潰すのも2時間ってちょっと絶妙に長いみたいな、どうしよっかなみたいな感じで、で昨日渋パラが終わった後、またどうしようかなみたいな時間が続いたんです。2時間ちょうど空き時間があって、次のショールーム配信をね、そうで TSUTAYA 行ったんですよ。そう、渋谷の駅前の TSUTAYA。 そう、電車で移動しようと思って、そう、今は公文社さんのなんだ社内から配信してたので、そう
だからあの渋谷の駅というよりはなんか地下の方に行ったんですよ。ほんだらなんか蔦屋の入り口があって、そうそう地下でへーって入ってったら、そこがなんとゲーム売り場だったので、目の前にピクミンがあって、えっ大西そんな意図したというかそういうつもりで入ったわけじゃなかったのに、もう目の前にピクミンがいて、じゃん、ついに昨日お出迎えをしてきました。これは運命でした。でもまだやってないんです、眠くて昨日はそう、そう昨日なんだかんだ本当に長かったので、一日朝の7時から夜の11時ぐらいまでずっと動いてたので、そうなんです、昨日はもう眠くても持ち帰ってすぐ寝てって感じだったんですけど、このあとご飯とか食べてちょっとやってみようかなと思ったりしてます。8月のまた1週間とか1週間後とかにはまたちょっとまた覚えることとか、また舞台の稽古とか始まっちゃいそうなんで、ちょっと今のうちにやりたいと思います。はあ、幸せ、幸せです。もう幸せ、一日お休みがあるだけでこんなに幸せになれるなら、大西がいつか完全週休2日制のお仕事に就いた時はもうさらそかしも幸せになるんじゃないかしら。ハッピーライフだ、ハッピーライフです。ビタミンでも飲んで、ピクミンいつから好きなのって、もうめっちゃちっちゃい時から好き。ピクミンはあのゲームキューブからやってるので、ゲームキューブってわかる、うん、大西が幼稚園ぐらいの時かな、ユーブからやってるので、ピクミン好き歴は割と長い気がします。薬って、うん、ビタミン剤、今のは、兄さんの影響、ああどうなんだろう、でもまあゲームが常に家にあるっていうのはお兄ちゃんの影響だったかもしれない。ピクミンってどんなゲームなの？楽しいゲームだよ。楽しいゲームです。うちファミコン世代で、ファミコンやってなかったな、おんし、おんしのもう一個上の世代かな、ファミコンって、ファミコン、
小西が初めてやったゲームって何なんだろう。ゲームボーイアドバンスとかかな。ゲームボーイアドバンスから始まってゲームキューブで DS とかやったよね。もう次多分 DS で DS が毎年こう進化してってで Wii とか出てきてうん、意外にゲーマーなの。お兄ちゃんいるからね、うん、ゲーマーとまではいかないけどゲームは好きです。プレステはプレステってなんだっけ。プレステってどんな形のゲーム？テレビにつなぐ系ならそれはやってないと思う。やってないわプレステは。いやあったっけ。プレステ、いやいや、なんかあったような気もせんこともないけど、お兄さん多分そんな遊んでない気がする。うん、うん、あと PSP とかかな。うん、そしてはあったようななかったようなって感じ。こういう方のこういう方の PSP を持ってた。うん、SP で軽音っていうアニメの音ゲーとかやってた。懐かしい。 AKB のゲームあったよね PSP って。あれでしょ、なんか48分の1みたいなんじゃないっけ。じゃないっけ。そうあったよね。あれやってなかったわ本当に。なんかなんだっけ、ゲオだっけ、なんかゲオっていう DVD 屋さんがあって、そうそこにあったのよ。それがいいなーって思いつつ買わなかった。ESP はねお兄ちゃんの持ち物だったので、そう決して大西が自分のを持ってたわけじゃなくて、お兄ちゃんの借りてやってたので、 ESP のゲームはね自分で買ったことはないんですよ。そう、うん、懐かしいな。45分に終わるようにするわ。やりたいことだ。今あるのはスイッチだけって。そうね、スイッチだけだね。あ、いや DS もあるよ。 DS というかそうね DS もある。うん、最近 DS の方はやってないけど、そうだね 3DS か、まあお家にあります。まだ DS 持ってるんだって。そう、何年か前になんだっけポケモンがやりたくて、そうで、スタッフさんからいただいて、スタッフさんというか、そうファースト写真集の時だ、
ファースト写真集の時にスタッフさんにいただいて、そうでもお店がやりたいっていうのは多分ショールームかなんかで言ってたのを知ってくださってて、そうでくださって、そうなんです。でポケモンやってた NES で、そうなんだ、大事に飾ってあります、今はそこに。ポケモン好きなんだねって、そうね、ポケモン、今のポケモンは正直あんまり分かんないんだけど、昔のポケモンが好きだった。なんかあんなに寝たのにまだ眠たい。布団かけて寝るの？うん、布団かけて寝ます。何時間寝たの？今日10時間寝た。今日10時間寝たよ、あのポケモンのアプリによると。うん、まだ少ない方だよ、大西にしちゃう。でも10時間寝て昼に起きてご飯食べて、そっからまた2時間寝た、だから合計12時間。でもまだ少ないよね、大西にしちゃう。大西にしちゃ休みの日はもっと寝るはずなんですけど、最近こうね割と少なめの時間でこう起きることが多かったから、そっちにちょっと引っ張られて。ちょっとそっちに引っ張られて12時間はまだまだだな。14、16ぐらい寝るんですよ、お主は。本当に本当に睡眠好きで、そういつもならまだもうちょっと寝てるんですけど。ずっと熟睡浅いのかな。でも今日なんかそのポケモンスリープっていうアプリを今使ってるんですけど、あれってなんか今が今このぐっすり寝て、今どこがぐっすり寝て浅い睡眠かみたいなのが分かるんですよ、ほんまかどうか知らんけど。でいつもめっちゃ浅いんですよ、おにし。なんかこのお仕事がめっちゃ続いてた日はめっちゃずっと浅くて、ぐっすりの瞬間一瞬しかないみたいな感じだったんですけど、今日ほぼぐっすりしかなかった。すごいよね。確かに夢とか今日見てなかった気がする、そう言われてみたら。そうなの、びっくり。最大何時間寝たことあるのって、何時間だろう。でもそれこそ体調崩してた時だったけど、去年の夏にあのコロナにかかって本当に多分今までの人生の中で一番しんどかったんですよ、コロナ去年なったやつで。起きてるのが辛いから、で多分体も弱ってるから寝いつまでも寝れるんですよ。だから1日に起きてる時間が2時間とか、そんな日が3日間ぐらい続いた、3日4日ぐらい。もう起きてるのが、そう意識があるのが辛くて、あの時はそう。だからこうちょっと起きて
また寝てみたいな。コロナの時ママ来てくれたって来させるわけないよママなんか。でもめっちゃ心配してくれたし、全部ママが手配してくれた、あの病院とかあのマネージャーさんとかに連絡してみたいな、もう全部ママがやってくれた携帯。そう、もう大西も必死でさ、あの時もう辛すぎて、でやっぱこうさ近場で頼れるのってさ、もうスタッフさんマネージャーさんしかいないから、もう AKB の方のマネージャーさんにめっちゃ連絡して、めっちゃキレ散らかしてたの覚えてる、あの時もですよ。もうなんかわかんない、人間ってこうなるんだって思った、なんかキレ散らかしたというか、今どうなってるんですかみたいな、めっちゃ LINE で言って、電話かかってきて申し訳、もう喋れなくて、だからすぐ切ってみたいな、今喋れないんですって LINE で返して、あの時もほんまにしんどかった、びっくりしちゃう。よかった、乗り越えてお、時間になったってありがとう。よし、じゃあ動こうかしら、ちょっと今日もいっぱい寝たからね。またあく、もうさあくび止まんないんだけど。ということで、ではランキングの方は1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよいきまーす、1位コバアットマーク大西良さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が脅威さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がよっちゃんのゆうももちり大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして、6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が大西かっきアットマーク大西軍アットマーク丸かつなうさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がまさるさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして、10位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして、11位がアイスさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がお豆さん、あー変わった、もう一回いきます。1位コバットマーク大西さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がよっちゃんのゆもうち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が大西かっきーアットマーク大西軍アットマーク丸かつなうさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がまさるさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がちくわ豆腐さん、ありがとうございます。イエイ。12位がアイスさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がお豆さん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではバイバイ、ありがとうございました。バイバイ。